どうもー、ごてんチャンネルです。今日はですね、ミートソーススパゲッティを作ろうと思いますが、食べてるシーンはないんです。なぜかというと、私今日からちょっとあれなんですよあれ大阪にね、行かなくちゃいけなくて、その朝ドラ、朝の連続ドラマ舞い上がれで行くねんけど、ちょこちょこそういうことがこれから増えて、ほんでお母さんに今日来ていただくねんけど、お母さんがバスで来るからそれ迎えに行かなあかんくて、ほんでお母さんにご飯お願いしようとかっていつも思っててんけど、前回来ていただいた時にね、ちょっと作りながらですね、前回来ていただいた時にさ、お母さん風邪ひいて、やっぱりこの慣れないことというかさ、そんなしたから、いや、やっぱりこう私ができることをやってから行こうと思って、ほんで今日はそのあれ何ミートソーススパゲティのソースの具だけ作っといたら今日の夜はなんとかなるし、で明日ももうミートドリアとかで2日連続それでもええんかなとか思いながら、それかもしくはお母さんがなんか魚焼いて卵焼きの具だから、これ終わってから卵焼きの具はまた別撮りでね、2本分ちょっと今日撮らせていただこうかなという所存でございます。うん、だからなんかバタバタ子のふりして、そんなバタバタじゃないんだけど、なんかやることが、ニンニクをね、ニンニクはいつもチューブでしたけども、ちょっとニンニクはもうちゃんとこう、今ニンニクがあるからで、こう芽出てきよってるからね、これ芽が出たらこれあかんでしょ、これ芽が出たら早く使ってくれ、俺たちを早く使ってくれよっていうのを訴えとる、訴えてるから使うしか、あ、これ、あ、マイクなかった、ちょっと待って、マイクをちょっと今から取りに行ってくる、一回止めた方がいいかな、ややこしいけどな。うん、これマイク入りましたね、すいません、すいません、みんなの衆、バタ友の衆、すいません、よいしょ、これをちょっと切っといて、それをこれに入れて、あとは全部みじん切りにして炒めて、だから今日は切る人生やね。これはちょっと動画を2本分にさせてください。やっぱちょっとこう家をこう開けるということになるとね、なかなかここのおしゃべり料理もできなくなることが増えるので、ちょっとすみませんが、そんな風にさせていただきたいと思う所存です。うん、なあ、チューブでやるとね、1秒で終わることをこんな風にやらなくちゃいけないという、めんどくさこやけど、これで美味しなるんやったら、そんなん言うたらあかんな。こんなんも全部こう、みじん切りにして、なんかタッパに入れといたんやかな、冷凍して。ちゃうの？わからんけど。知らんけど。知らんけどの使い方がよう、この前あれ、なんやだ、ボイシーね。私、ボイシーってやってるでしょ。じゃあ、やってるでしょって言われても、それ何ですかという方のために説明いたしますと。私ですね、月曜日から金曜日まで、なるべく午前中に、まあ、ラジオみたいなことをやらせていただいてるんですね。これ、その中で、まあ、いつもお誕生日コメントと初コメは必ず読みますっていうのを、ボイシーの中でさせていただいてて、それ無料なのでね、ぜひアプリ取っていただいたら、無料で毎日聞けるし、で、私だけじゃなく、いろんな方が、ボイシーやられてるので、いろんな方のボイシー聞いたらめちゃめちゃ面白いので、いろんな方聞いてくださったらいいなと思うねんけど、んでさ、あれ何やったかな、何を調べてそこにたどり着く、あ、せやせや、なんていうジャニーズの方たちやったかな、ニュースじゃないな、もうそれど忘れしたよ、ど忘れしたけども、その、グループの中でね、知らんけどっていう歌があんねんって、ジャニーズの人たちの中でね、もう私もジャニーズの人たちの中で出て、ほんまにもうおばさんが喋ってますか満載やけど、ほんでその知らんけどっていうの聞いてみてください、めちゃめちゃいい歌ですよって言ったから、早速聞いてみたのよね。ほんならなんとかもうそれもさ、私はさ、知らんけどっていう歌やったら、なんか知らんけど、なんか、言ったら、ヘイヘイ、大きに毎度あり、商売繁盛、何は泣きんどや、みたいな歌ったやん。だから、そういう、
私がこんな風に歌えるようなそういうリズムかなと思って、知らんけどみたいな、こんな歌かな思って聞いたのよ、 YouTube で。ほんならすごいで、出だしが、なんとかなんとかなんとかの、なんとかなんとかなんとかの、なんとかなんとかなんとか、イエーイ、なんとかなんとか知らんけど、みたいな。全然覚えられへん。もう私にも全然覚えられねえじゃねえか、いうような、テンポや。ね。でも内容めちゃくちゃおもろいね。その PV 言うの？そういうのもすっごい面白かったの。すっごい面白くて、いや、こんな歌あんねやって教えてくれてありがとう、みたいな、あってんけど。で、その知らんけどっていうのを、YouTube で見たときに、他にも、例えばコンサートで歌ってるとか、そういうのあるんかなと思って、でそうなんちょっと探して、見てみようかなと思ったら、他の知らんけどが出てきて、あれ、玉ねぎどこやったかな。私これ、21。ほんで、それが何かと尋ねたら、ちょっと待ってくださいね。玉ねぎどこやった？え？玉ねぎを先生。もう剥いてある玉ねぎを先生。え？あったあった。もう今日はいっぱい作ろう思ったから、剥いてある玉ねぎを先生よ、これ。この後あれも作るからね。で、なんとかなんとか知らんけど、言うやつやん。ほんで、これに行こう。んで、これ、こうしようか。大きい玉ねぎにしよう。ほんで、あ、私、そうや、コーヒー飲もうと思って、ほんなら、大阪弁講座っていうのがあった、出てきたのよ。ね。大阪弁講座っていう。大阪弁講座、知らんけどっていうのがあって、言ったら大阪弁の教えてくれるわけ。ほんなね、これ、関西の方はちょっと見てほしい。大阪弁講座、関西弁講座か忘れたけど、知らんけどっていうのを調べてみて。めっちゃ笑うわ。これはね、関西の人は面白いと思う。これが、地方の人、別に関西じゃない人やったら、あ、なるほどな、なるほどなって勉強になると思うけど、知らんけどっていうことをよく使う関西人にとったら、関西、その、知らんけど講座っていうのが、いや、そんな教え方みたいな。そんな教え方というかさ、あららら。こんな感じだ。はい、こうしようか。そんな教え方というのは何かというと、これみじん切りになってるよね。変なことになっちゃった。言うたら、それはね、もう声だけの動画やねんけど、知らんけど、ね、なんかすごい優しそうというか、まあ、淡々と喋る人が知らんけどの解説したんねんけど、知らんけど、これは関西でよく使われる言葉です。この言葉を知っておかないと、とても困ることになります、みたいな。いや、別に困れへんけどね。俺、それがなんで困るか言うたら、関西人は、この前こんなことあったらしいよ、知らんけど、とか、なんとかなんとか、なんとかなんだってよ、知らんけど、というふうによく使います。で、この知らんけどを知らなかったら、知らないのに知ってるふりしてるの？とか、知らないのになんで言うの？というふうに喧嘩になってしまいますので、知らんけどという言葉を、関西の方が使うということをよく覚えててください、みたいな。知らんけど。それが知らんけど。そんなん知らんけど。もう知らんわ、いう感じ、それ。それすっげえ真面目に喋ってんのよ、それが。ほんで、レッスン1みたいな感じで、知らんけどの発音ね。東京では知らないけど、知らないけどと言いますが、大阪では知らんけどじゃないです。知らんけど。これも知らんけど、声を張って言っちゃダメですみたいな。知らんけど。これのように知らんけど、知らんけど、これぐらいのトーンで言いましょうみたいな。そんなんいる？知らんけどって声を張ったらあかんらしいわな。そりゃそうや、私も。知らんけどっていう、知らんけど。これぐらいの音やな。だから、その声を張らんと言え、みたいな。
ちょっとおもろかったわ。なんか、そのさ、すっごい真面目に言ってるから、それがむっちゃ笑ってまうね、私にしたらほんま。だからそんなあんねやろうね。だからそんな、だから大阪弁講座今度見てみようかな。また私、いろんなやつ。いや、大阪弁講座をわざわざやる意味あんのかなと思うやん。でもさ、言うたらじゃあ外国語を学ぼうみたいな感じで、ね、じゃあ関西に、転勤になりましたとかいう人やったら、あ、なんかちょっと関西弁覚えといた方がええんかなと思って見たりするんやろうね。例えば俳優さんとかもさ、関西弁覚えなあかんなと思った時に、その俳優講座ちゃんは、その知らんけど講座とか関西弁講座がためになったりするんやろうなとか思いながら見たけど。いや、面白いチャンネルあるで、いろいろ、ほんまに。だから、なんやろな。方言って、むっちゃ可愛いから、私にしたら私はいつも言ってるけど、鹿児島弁の方言も可愛いし。ただ、方言言うたら、何あれ。沖縄の方言あれはほんまにもうちんぷんかんぷんやからね。で、どこの方言もそうやねんけど、若者が喋る、方言と、おじいちゃんおばあちゃんが喋る方言ってもうレベルが違うから。東北やったらズーズー弁っていうの？もう何喋ってるか分からへんよね、津軽弁とかあの辺だったら。うちも鹿児島も、私のおじいちゃんおばあちゃんとかほんま何言ってるか分からへんような状態やったからな。そんなこともだから、あるんだろうね。沖縄なんかやったら、なんくるないさーとかさ、なん、止まって。なんか止まりましたね。何かが入ってきたと思う。一回止めとこう。たまにYouTube の生配信でもピッて止まるときあるでしょ。そのなんか、変ななんか入ってくるときはね、独特の、その独特のが入ってきたときには、こんな風になるんですよ。知らんけど。知らんけどじゃない。知らんけど。ね、この言い方。知らんけど。こうさらっと言わなあかんらしいわ。知らんけど講座によると。知らんけどって声張ったあかんねん。知らんけど。知らんけど知らんけどってなんでそんな昔っから知らんけどって使ってたんかな。知らんけどって使ってたんかな。私も私の口癖なのか関西人の口癖なのかわからんけど、発揮し言うてっていうのをよく口癖にしてるよねってよう言われるな。発揮し言うてこうやと思うでって私がよう言うねん。いや、発揮し言うてへんやんみたいな感じで、いや、発揮し言ってないじゃないですか。発揮し言うてって言ってって、マネージャーとかには言われてたけど、難しいもんやな。いや、発揮し言うて、こうやと思うでって、これ発揮し言うてないんかな。知らんけど。知らんけど。ほんまに。だってよう言うやん。やっぱさ、日本でもこんだけ方言あんねんからさ、外国でもなんとか訛りがあるとか言うもんね。テキサス訛りかなんか、私もよう知らんけど。この知らんけどはほんまに知らんけどやで。この知らんけどはまたこれ知らんけども何種類もあんな、こうなってきたら。ややこしいわ、ほんまに。言葉言うものはややこしいです。よっしゃ。ほんで、あれきっとこ、椎茸。椎茸を先生を。しておきますけれども、これが古いし、これみじん切りやからスライスじゃないから、これも安かったわ。これで150円やったからいっぱい入って、これは軸も入れようかな。しっかり煮込むやつですからね。ほんでやんか、何個おすすめで入ってきたんかな。これすごい、もう登録者数も何百万、400、500万人のね、何やったかな、お寿司ラーメンやったかな。お寿司ラーメン、有名なんでしょうかね、若い人たちには。お寿司ラーメンっていう、YouTuber の、YouTube のチャンネルがあって、ほんで、それをなんで私が見ようかと思ったかって言ったら、天井白いやん。で、白い全身タイツの、まあ、白い全身タイツ、顔も白塗りにして、天井に折って、で、それが自分のおばあちゃんの家に、この、それがなんか、20代後半ぐらいの男性の方のチャンネルやねんけど、ほんで、おばあちゃんのお家に行って、ほんで、
おばあちゃんが天井にいるのを気づくかどうかみたいな実験みたいな、ドッキリ動画みたいなのやってんけど、むちゃくちゃ面白くて、それが。ほんで、今それにハマって見てんねん。すごいね、なんか、ハマって見てるか2個しか見てないけどね。まだ15分ぐらいから見やすいわ。私みたいにこんなちょっと見ようかな思ったら4、50分あるような、そんな動画じゃないから。だからそう考えたらいろんな YouTube のチャンネルあるわ。知らんけど講座やってみたりね。全身白タイツ着てね、おばあちゃんをドッキリさせてみたりね。いろんなのがございますね。本当に。どうしようかな。これちょっとちっちゃいタケノコも入れてろかな。タケノコの、お母さん怒ってくださった以外の前のタケノコの水にあるから。タケノコちょっと入れても美味しいと思うねんな、私。食感が。一番下の子嫌がるかな。細かくみじん切りしたら分かれへんと思うねんけどな、はっきり言うて。知らんけど。いや、この知らんけどの使い方はちゃうな。だから関西で言うたらあれやで。あの、知らんけどじゃないけど、上級テクニックと言うたらね、なんでやねんってよう言うやん。ツッコミで。なんでやねんって言うやん。でも、ほんまの関西人は、なんでやねんじゃないねん。ちっちゃく嫌ってつけんねん。いや、なんでやねん。なんでやねんじゃない。いや、なんでやねん。わかる？いや、なんでやねん。言うてるか言うてないかぐらいの。いや、なんでやねん。いや、なんでやねん。あ、レッスン1。皆さんこれね、お食事を夕飯作りながら見てくださってる方も多いです。はい、関西弁講座なんでやねんの使い方。いや、なんでやねん。いや、なんでやねん。はい。いや、なんでやねん。なあ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 。いや、なんでやねん。言うてるか言うてへんかぐらい。いや、なんでやねん。いや、なんでやねん。知らんけど。知らんけど、声張らない。知らんけど。知らんけど。なんなん関西弁講座って。いや、なんでやねん。いや、なんでやねん。いや、ほんま、いや、なんでやねん。やな。なんでやねん。なんでやねんってすぐ言う。いや、なんでやねん。いや、なんでやねんときは、こう、ちっちゃい声なんかな。どうでもええか。どうでもええか。どうでもいいだな。あ、この椎茸いい香りしますね。これもちょっと縦に切っといて。縦に切っといて。これが30分、40分後、10時半までということで、こう11時半に出なあかんから、今10時前ですから、これもう一本動画撮っとかないと私がどうにもこうにもならない状態だから。ちょっとねー。よし。こんな風にこのみじん切りもなんかいつもブンブンチョッパーでやってたっけな、そんな気もするな。ブンブンチョッパーでやってたな。でもいいわ、ちょっとこれぐらいゴロゴロしててもいいでしょう。いいでショータイムです。いいでショータイムです。よし、もうこれはいいわ。もう軸だ。軸入れるだけのジップロックに入れよう。軸入れるだけのジップロックにします。そんな時間がねえから、軸入れるだけのジップロック、これですね。軸入れる。椎茸も結構使ってるもんやな、こうやって見るとね。椎茸も結構使ってるもんです。よし。産んでからやな。あ、まだあったわ。これは切ろうか、ほんならもう。直すんめんどくさいから、それやったら切ってまえっていうことや。切ってまえ、切ってまえ、切ってまえ。全然ドラマも見れてない。ドラマも見れて、私女優なのにドラマを見て研究しなくちゃいけないのに、研究も何もないな。言われたことをなんとか精一杯頑張ってやる、それだけの所存ですね、私の場合は。本当に
切れてるようで切れてないっていうね。うん、切れてないって、この場合包丁はあかんから切れてもらうの困りますから、はっきり言って切れてないって言われちゃうな。だからそんな考えたら CM もすごいよ。やっぱりちょっとした一言で、うん、切れてないっていうのが、言うたら T 字のカミソリ、 T 字のカミソリで皮膚が切れてへんいうことでしょ。ヒゲは切れてるけど、うん、皮膚が切れてないいうことやからな。そういうことがちゃんと、だから CM 考えるっていうのもあれ、えらい仕事や。だからいろんなお仕事あるよね。ダンスのダンサーさんもいればさ、ダンスの振付師もいたりさ、コピーライターさんって言ったら商品の、商品が売れるような、そういう一言を考えるお仕事とか、いろんなお仕事があるわ、本当に。そうなってくると自分の子供たちは将来どんなお仕事に、をするようになるのかなと思うよね。どんなお仕事でもいいわ。なんか、いやー、もうそらね、給料多いし、多いような仕事についてくれたら言うことなすですけれどもね。そんなわけにはいけんや、人生。ただ給料高かろう安かろうというのも大切やけど、なんか楽しくできてる仕事がいいよね、なんか。うん、ちょっと水が濁ってんな。濁ってますね。コリコリ刺してもいいと思うよね、コリコリ。これすっげえみじん切りにしたら、これちょうど短く、これだと子供バレへんと思うねんな。ちっちゃくちっちゃく切ってたら子供バレないでしょ。あなたを探してる、タラララ、タラララララララ、タラララ、タラララララララ。でもちょっとこれね、芸能人の方でこのチャンネル見てくださってる方っているかな。ぜひちょっとご連絡いただきたいですね。なんかそういうトークみたいなのもね、ちょっとさせていただこうと思ったりしてて、例えばやけど大場久美子さんとね、網浜奈緒子さん、全然そんなお会いもしたことないのに、この YouTube を見てくださってね、しかもバタともエプロンまで買ってくださってね、お家でエプロン使ってくださってるんだから。しかもこれ言っていいのかも、言っちゃおうかな。この前撮ってんけど、アミちゃん、アミハマナオコさんとは、インスタライブとかでね、生配信から一緒にさせてもらって、YouTube 上げたりとかさ、一緒にご飯食べに行かしたりさせていただいてるけど、で、大場久美子さんも、言うたら、バタトモさんや、言ったら大場久美子さんも、言うたらこのバタトモ言ってますけど、大場久美子さんもいらっしゃるし、網浜奈緒子さんもいらっしゃるしね、こんなありがたいことないやんか。でね、この前、クスクス子育てママトークやけど、バタ友になってくださいみたいなちょっと企画しようかなと思って、いろんなお話を伺うっていうので、大場久美子さんに来ていただいてんけど、ぜひ皆さん、それは、今5月、6月か、6月になるとは思うねんけど、ぜひ見ていただきたいですね。お話の内容はもちろん素晴らしい。いろんなね、芸能界に入ったきっかけから、いろいろ聞かせていただいてんけど、これも入れてまおうかな。これも入れてまおうかな。これも入れようか、どうせやったら。いろいろ聞かせていただいてんけど、それ以外にも、それだけじゃないねん。この、むちゃくちゃ見てくれてんのよ。生配信とか。もう生配信とかめちゃめちゃ見てくださってて。ほんで、なんか、洗濯物が終わりましたね。ピーピー言ってます。ほんで、
お話聞かせていただいてたら、もうむっちゃ嬉しい。だって私ね、もう大場久美子さんなんかと話すのそんな大先輩でしょ、芸能界の。でもめちゃくちゃ来て、私からオファーさせていただいてね、ほんでお願いしますって言ってくださってんけど、初めてわざわざホリプロの本社まで来ていただいて、ほんで初めてお会いした時の大場さんの一言目、はぁ、生バタやんだーって私、いや、こっちのセリフですよ。生大場久美子さんだですよって思って、生バタやんだって。もうほんまにめちゃくちゃ嬉しいねんけど。ほんでいろんなお話させてね、お話させていただいたというか、お話聞かせていただいた感じですね。パニック障害を乗り越えられたりとか、あとあれです。あれ、何?お父様の介護されてとかね、そのお話も聞かせていただいたり、ほんでなんかまあ普通にご主人との馴れ初めを聞かせていただいたり、で話がとにかく脱線するから、もともと何の話聞いてたかよくわからなくなるっていうことも多々あんねんけど、もうとにかくパワフルというか、まあ可愛い、こんな年上の女性の方に言ったらダメですよ、先輩だし、可愛いで綺麗、やっぱりむちゃくちゃ綺麗、むちゃくちゃ綺麗でね、可愛くて、もう本当に大ファンになってしまいました。本当にもう、よっしゃ行こうか、よっしゃ行こう系やな。フライパンにオリーブオイルを入れて、ぜひですからね、大場久美子さんのユーミンチャンネル、じゃあクーミンチャンネルも、だからそれが私のこちらに合わせてくださって、6月の配信になったりするのかなとは思うんですけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。時間ないのにこんなんしてる。はい、アホです。はい、アホです。いやー、ほんまに大場久美子さんめちゃめちゃ可愛かった。ほんでね、なんかすごくお土産いただいて、わざわざ持ってきてくれて、で私はなんかすごいちっちゃいお土産を渡したのよね、これよかったら食べてくださいって言って、ほんでやっぱこう、いろいろね、お家のこととかも忙しいし、卵かけご飯に、お家の卵かけご飯にちょっとこれ足したら美味しくなるみたいなやつを渡させていただいたのよ。ほら、こんなでっかいなんかおせんべいの積み合わせみたいにいただいてんけど、私は。ほんならね、わ、ありがとうございますって言ったら、それこそ大場さんが、久美子さんが、パッて待って、はぁ、嬉しい、はぁ、嬉しいって、こんな風に喜んでくれんねん。いや、嬉しい、ありがとうって。で、これをもらったものがどうとかじゃないね。これバタヤンが触ってたやつだよね、みたいな。いやー、めっちゃ嬉しい、みたいな。そんなことおっしゃっていただけるんですか、もう。そんなことありますか、大場久美子さんに。そんなに。アミちゃんと会った時もほんまに初め緊張したけど。いやー、嬉しいわ。あんな風に言っていただけるなんて。本当に。いや、ほんと可愛らしい方でね。あれ?これでいいよね。くそ、先にひき肉炒めるんやった。ああ、先にひき肉炒めるのに、もうええわ、これ、ちょっとこれ入れてまい。いてまいらせんや。いってまいや、いってまいや。よし、で、昨日作ったこれも美味しくできましたよ、たけのこ。一個だけ。ご飯のおかずにもなるし、酒のつまみにもなる感じ。いいですね。ええー、だっすねーやな。これちょっと倍入れてまおうか、これ、ひき肉。全部入れてまおう、これ。入れてまおう。牛豚の合いびきね、全部入れてまいりましょう。ラップは二重になってますね。うん。なんか肉の汁が漏れてきたときは、ちょっと二重にしといてよと思うけど、すぐ使いたいときは一重でええねんって、この勝手なね、私の。なんかすごい、すごい頑丈なラップやないか、ほんで。頑丈なラップやないか。
こしとこうか。さっきお肉炒めなあかんかったのに、これ、全部いてまえ出せんです。いってまえ言ってね。よっしゃだからぜひ、ほんで、もう2ヶ月分撮りさせていただいてね。で、来月のクスクス子育てママトーク、5月の土曜日はね、クスクス子育て、6月分が大場久美子さんに多分なると思います。どっち、多分そうだと思う。逆になるかもわからないですけど。んで、6月のクスクス子育てママトークは、あれです。横沢夏子ちゃん。言っていいですか？トーク力めちゃくちゃある。トーク力半端ないなぁ。さすがですね。もうずーっと喋ってたんでめちゃくちゃおもろい。すべての話を全部落ち着けてもらって、こんなに盛り上げていただいていいんですかっていうぐらい、ありがたかったな。せやけどね、やっぱりね、一生懸命頑張ってるやろうなぁ。もう一生懸命いっぱいいっぱいなん違う。本当に、もう途中涙ぐんでたっていうか、もう号泣してはったわ、本当に。もういっぱい大変やったことを思い出してとかね。なんか。だから分かるだけに泣きたい気持ちが。で、私はさ、もうその0、1、2歳の育児がもう終わってて、終わってるから、夏子ちゃんの気持ちがめっちゃ分かるわやけど、今、夏子ちゃんは今、その当の、今現在がもう、毎日バタバタで大変で、かといって子供が可愛くないわけでもない、もちろんね。でももう日々いっぱいいっぱいに追われてるっていうのをずっと隠しながら喋ってたんかな、あれ。でも最後の最後になんかもう、わー、なんかよかった、みたいな感じ。だから、ありがたいなと思うのが、クスクス子育てママトークでね、私より先輩のママにも来ていただくこともあるけれども、やっぱりこう後輩の、女芸人の後輩でね、まだ赤ちゃんちっちゃい子が来てくださるやん。そんな時にね、なんかもうすごい今日来させていただいてよかったです。お話聞いていただくだけでもこんなに、なんか自分の話を喋りながら、自分って育児めっちゃ頑張ってるやんってやっぱ思えるんだろうね。当たり前のことをやってると思ってたはずが、当たり前じゃない私すごい頑張ってるっていうことも多分わかるやろうし、ほんで私がもっとこんな、これぐらいもな、何もせんでもええねんで、何もせん日があってもええねんで、みたいなこと言ったら、はぁーみたいなさ、かなこちゃんもそうやったけど。やっぱね、うちらの仕事ってこう、皆さんに元気を与えたいっていうね、お笑い芸人みたいなそういうのでしょ。だからやっぱりこう、辛いところを見せないっていうところもあるわけや。でもそんな中でやっぱホルモンバランスとかで崩れてね、お涙頂戴になっちゃうパターンもありますから、本当に。だから、ぜひそちらもね、見ていただきたいなと思います。だから結構お孫さんがいらっしゃる方もね、多く見てくださるじゃないですか、このバタヤンチャンネルって。だから、自分の娘、自分の息子の嫁は、今こうやって一生懸命ね、育児頑張ってくれてるんやな、頑張ってんねやなって、ちょっと、そういう目線でも見ていただけたら嬉しいですね、本当に。よっしゃ。ここ作りすぎたかな。これどっちゃみち冷凍するから、私。ほら、私何でもかんでも大量でしょ。これやっとくとやっとけの全然ちゃうのよ。やっとくとやっとけの全然ちゃうから。ほんまに。小麦粉が第1か2回ね。ちょっとコーヒーでも飲もうか。コーヒー飲んでゆっくりしよう。コーヒー飲もうと思うとお湯沸かしてはなんか冷めてきての繰り返しやな。この次もこれなんか使えそうやから置いとこうかな、ね。この後またこのままのキッチンですけども、ち
と2週に分けさせてくださいね。すいません。なんかここで喋るテーマがあったらな。だからボイシー、皆さんね、よかったらボイシーちょっとまだ登録されてない方、ボイシー登録していただきたいわ。本当に。あの、バブリーたまみちゃんっていう方も、バブリーたまみちゃんもボイシーされててね。ほんで、バブリーたまみちゃんとコラボさせていただいたんですよ。ほんなら登録者数がもう1000人ぐらい増えて、ほんと2週間ぐらいで。びっくりしちゃう、本当に。もう感謝感謝、バブリーたまみちゃんに感謝感謝やねんけど。ありがたい。ほんで、今まではバブリーたまりさんも聞いてたけど、あの、それきっかけでね、フォローして、ほんでちょっと聞くようになったらめちゃくちゃ楽しくて、もう毎日元気いただいてますとかって、めっちゃ嬉しいわ、その言葉が。本当に、元気いただいてますってさ。いやー、なんかそういう人になれたらいいなと思うけど、まあ、そんなたくさんの人はできてないかもしれんけど、一人でもね、そんな風に言ってくださる方がいたら嬉しいやんか。本当に嬉しいのよ。本当に嬉しい。これ、ちょいちょい最近は男性の方もね、コメントくれてはるわ。なんだろうね、男性からのコメントってテンション上がるね。やっぱ例えばやけど、やっぱりさ、女性の方が多いやん。言ったらお孫さんいらっしゃる方、今現在、私と同いぐらいで、育児真っただ中の中で、孫はいないけど、子供はもう大きくなって、今ちょっと仕事頑張ってますとかね、もう今毎日ゆっくりしてますということが、いろんな、まあ、30、34、5、6、70代の方がすごくたくさん聞いてくださってんねんけど、そんな中で、男子が現れてごらん。それがおじさんでもいいのよ。はっきり言って私はおじさんでもいいの。おじさんの方が逆にドキドキするのかな？どう？例えば10代の子も来たことあんねんな。嬉しいで、10代の子がバタヤン大好きです。頑張ってください。まあ、向こうは何気なく書いたと思うよ。バタヤン大好きです。頑張ってください。まあ、普通の文章や。私は10代の子が大好きって、ちょっと待って。待って。こうなるわけ。え？その大好きって、恋愛感情なのって。いや、そんなんないとは分かってます、私だって。恋愛感情なんか、18歳の子が46歳に持つなんて、分かってますよ。分かってます。分かってるけど、分かれへんやん。分かれへんやん、それは。それはその子に聞いてみないと分からないでしょ。小麦粉入れようか。小麦粉。小麦粉を冷蔵庫に入れてて、大さじ、小麦粉どこに書いてんの？あ、大さじ1。これ何のために小麦粉入れんの？とろみみたいな。ちょっと量が多いからちょっとだけ増やしといたろうか。と言っておじさんでも嬉しいからね、はっきりし言うけど。おじさんの方がなんかあるっちゃありそうやんか。10代の子なんかさ、結局のところもう絶対ないやん。そんな。でもおじさんとの恋とかあったら、ほんまにありそうやからな。おじさんとおばさんの恋な。こればっかりはね。どうする？バタとも不倫とか。バカですかって言われちゃうね、本当に。分かれへんでー、そんなんな。でもいろんな国があるからね。逆に言うとね、私ね、結婚して同じ人を20年、30年、40年で死ぬまで愛し続けるって、そっちの方がすごいことだと思えへん？逆に、ね、途中で浮気とかするぐらいの方が、もしかしたら普通なんかなって思うときあんのよね。なんか。だってそうやん。例えばさ、このジュースがめっちゃ好きってずっと10年飲んでるけど、ある日突然新しい新商品が入ってきたら、こっち飲んで美味しかったらこっち全く飲まなくなったりするわけやん。こっちの方が美味しかったら。それと一緒。そうなん。
それと一緒ちゃうやろ。何ジュースと一緒にしてんねん。だからそんなんもあるんかなと思うけど。でもそうならないように、そうならないようにとか、やっぱりお互いを。だから、もう結婚って長くなってきたら、もう好き、愛してる好きじゃないくなるよね。一緒の戦友というか、一緒に、こう、恋愛ってやっぱり、独身の時とかやったらさ、好きやどうやだけでええけど、結婚ってなってくると、たまにこう、人生を共に歩んでいくっていうことやんか、なんだかんだでな。だからそういうことやわな。どういうことかわからんけどな。なんか言いたいことわかる。言いたいことなんとなくわかるでしょ。なんとなくで結構です。わかっていただけたら。これどんだけ入れるんかな。コンソメとケチャップ。これコンソメって粉のコンソメあったっけ私。鶏ガラスープの素やろ。粉のコンソメとかってなかったよね。私粉のコンソメは使ってないからこれを入れていくしかないわ、これ1個で大さじ1なわけないよね。何個入れたら3個ぐらい2個ぐらい入れとこうか。どうしたらいいこれも入れたらこのままこのままいったら勝手に溶けよる勝手に溶ける。うん、でコンソメケチャップ砂糖とかを入れますと。コンソメ入れた。ケチャップ。ケチャップ。第2強。よし。これが第1ぐらいやな。よし。この後水入れるから、この中にも水入れといてるか。貧乏症、貧乏おばさん、炸裂です。炸裂子です。じゃあな、炸裂子でーす。やったらあかん。炸裂子です。今で大さじ1入れた。これがな、取れへんでな。はや。切れた。ここちょっと。ちょっとここの会社にちょっとクレームや。ここの海苔がきつい。すいません。ちょっともうここも、ちょっとここに出まして。すいません、この銀紙のとこの海苔ちょっときついですよって。ちょっともう歯でやってもちょっと取りにくかったぞっつって言わなくて。よっしゃ。ほんで、ウスターソースが第2。これ私は目分量でいきましょう。第1。第2、第3、第4。よし。ほんで、砂糖第2分の1やから、砂糖大さじ1入れたらいいでしょう。失敗の量で作るというふうにしておりますので、よっしゃ。煮詰めて、あれ？これなんか水も入れるんちゃうの？倍で作るとき水1か。ホールトマト。ホールトマトも入れるんや。ホールトマト入れて。これ倍で作ってますからね。ちょっと忙しなんで今からな。今から忙しなるっていうのは。これを入れて水1カップで 200cc やな。例えばやけどね、これ見てくださってる方でね、水1カップって何 cc かも知らんで見てる方ももちろん私いらっしゃると思うよ。それをね、例えば大人になって水1カップが何 cc か聞けないなっていう時に、このチャンネルを見たら、私だ初め知らんかったもん、水1カップが何 cc かいうの。今でこそわかるけどね。あ、200cc や、ごめんなさい。200cc やね。うん。ここにこなして入れな。一回これも入れて。これがあんまりやるとね、200超えた。あ、200超えた。そったれ。
ょっとぐらい超えても、ちょっとぐらい超えてもいいか。煮詰めたらいい話。よし。よしよしよしよ。で、これで煮詰めていくだけです。大量投入。だからこれを一回にいい水をね、作るときに200やから倍の400とかさ、そうなんでたら、ただ単に煮詰める量が増えていただけの話になったから、むちゃくちゃいい匂い。私入れるの忘れてないね。ウスターケチャップ入れた、コンソメ入れた、こんだけやろう。で、煮詰めて塩と醤油で味整えたしまい。そんな感じです。よし、結局見て、コーヒー入れてへんやろ。よし、ちょっとこうやって休憩タイムしよっかな。どうしよっかな。お昼ご飯ちょっと早いけど食べよっかな。ご飯も昨日のなんかうどんの汁残ってるから、うどんの汁と、うどんの汁で食べようか、ご飯。ここ。これ煮詰めてる間はなんかゆっくりできそうやから。さっきそうしよっかな。さっきそうしよっか。今まだ10時半やけども、ご飯食べる時間ないから。まあそうしよう。向こうに置いてる、うどんの汁も。うどんの汁をご飯にぶっかけて食べるだけのお昼にするわ。そんなんしましょうよ。よっしゃ。ほんまやったら次のねあれもしていいかなと思うんだけど、このご飯が、これ旦那がご飯を冷凍ご飯作ってくれたらこんなになんねん。私はこんな綺麗にしないの。もうくちゃ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 でバーンってやんねんけど、性格出るわ。このチンご飯作るのもね。チンご飯こっちか。ここでご飯食べたいでしょ。ここでご飯食べて10時半、次11時半ぐらいで、11時半には出なあかんからな。お母さんがやっぱ高齢やからさ、東京駅からここまで、まあ、タクシー乗ってきてくださいって、もタクシー乗り場までが一人で行けないとかさ、そういう感じなのよね。なんか迷子になったら怖いとかさ、だからこう迎えに行かなあかんわけ。でも私もね、なんかうまいこと覚えてくれんかなと思うけど、そうなるんやろうな。私もそうなるかもしれへんね。今でこそな、私コンソメもう一個入れててもええんちゃうかな、これ。多分やけど。知らんけど。知ってるやろ、いう感じ。知ってるやろ、っていう感じですけども。もう一個入れて煮込みましょう。よっしゃ。よし、お昼はもう丼や。うどんの汁かけて丼で食べよう。そうしましょう。
でここにうどんの汁、これもご飯もちょっとしかないな思うけどね。わあ怖い、この汁でふやけたらすごい量になるからな。お野菜いっぱい入れ、いろいろさらえてまうわ、これでこなして全部さらえましょうよ。さらんひよや、さらんひよ、さらんひよです。よし、いただこうか。はあ、よっしゃ。この辺くちゃくちゃですけど、お気になさらず、お気になるとは思いますけれども、お気になさらず。一味かけようか。一味子どこですか。一味子、一味子、一味子ないから、この激辛のやつかけましょう。激辛子でいきましょう。初めてかな、お昼ご飯食べてね。だからなのよ、なんかね、私の生活リズムがちょっとどんどん変わってきちゃって、なんかこう子供たちも小学校行ってね、こう自分の時間ができて楽なんのかなと思った、なんかそうでもない。だからこれ逆に子供が一番下の子、保育園じゃなくて小学校行ってくれてよかったわ。これで保育園の送り迎えとかいろいろ考えるとまたさらに大変やったかな。だからこういいタイミングで朝ドラが入っていただいたけど、ほんまもうちょっと子供が3年生ぐらいになったらね、もっと安心できたんかなって思うけど、ね、いただきます。ほんまにまかないやでな、まかない、もう昼ご飯なんでこんなことでしょ。皆さんどこの家も違うんですか。どこの家でもこんな感じやな、今の時代。今の時代っていうか昔から。確かいただきます。うん、辛、辛うまです。これがおい、お、あつ辛。お昼のランチ会やったらここでコメント見ながらね、なんか喋ったりして楽しいけど、今コメントがないからな。子供ってボイシー撮ってたから、ボイシーのコメント欄を見ながらなんか喋ってみてもええな。これを向こうに持って行って何回も止まってるから、こっち。ボイシーのアプリ取ってた、充電ないわ、あかん。そんなん言うたらなんかあったかな、コメントなんか。ここで喋ったのかどこで喋ったのかわからんくなるけどな。だから言うたら、バツイチのね、方が今独身の31歳か32、3歳だったかな。30代前半ですよ。今彼氏はいてんねんけど、今バツイチやから、バツ女になるのが怖くて、結婚にちょっと踏み出せないみたいなさ。だからそういうのもあるんやとかね。でももうそんな怖がらんとな、もう行った方がいいよね。うん、だから私が学校に行ったのは、その怖いのもあるかもしれへんけど、1回目の結婚で、あのもっとこうしとけばよかったなと思うようなことを2回目の結婚で生かせるようにやし、
あの2回目の結婚の方が、あの結婚ってこういうことをもうちょっとした方がいいのは分かってるから、だからそれを やろうと思って、そこ考えて怖がるのは別に大丈夫ちゃうっていうふうに多分言うたような気がするな、私がそうと思ったからね。うん。で、ボイシーのコメント欄で何がありがたいってね、あの初めてのコメントは絶対読むからそのコメントもしていただいてんけど、初めてのコメントじゃなかったらルーレットで読むねんね。ルーレットでピリピリピリってしかピッて止まったところ読むねんけど、じゃあルーレットで当たらない人もいるわけ。せっかくあの書いてくださったのに。でもバタトモさんたちがその悩みにいろいろこう考えてこう書いてくださるから、それだけでもすごく大きいなと思う。すごくありがたい。んでさ、ご近所には相談しにくいことってあるやん。お隣さんには何か言えへんけど、あの顔もね、名前もわからない人にこういうとこでさ、なんかこうニックネームみたいなんだけで、あの相談できるってさ、なんかこう自分のあれがバレへんから、すごい相談もしやすいんかなというふうに思うな。で、意外とね、今まで見てて思うのが、相談事とか悩み事って自分がめっちゃ悩んでるやけど、結構今まで同じ悩み持ってる人とか、今現在悩んでる人とかもいっぱいいてるから、だから自分だけが大変と思いきや、実は同じ悩み抱えてる人がおるから、それ分かるだけでもちょっと安心するとこもあるのよね。こんなことで悩んでしまってっていうのもあるけど、いやそんなことないよみたいなさ。熱いし辛いしやな、すんげえ量やわ、米膨れとんねんこれ。どうしようかな、もう一本動画撮ろう思ったけど、やめとこうかな、撮ってる方がいいかな、どうしよう、やめとこうか。なんかすっごいバタバタしながら入れなあかん気がして、また本当にしよう。そうなってくると帰ってきてから一本ぐらい撮れるやろ、それやったらなんとかなるかな。それやったらこれをゆっくり、この動画もゆっくり配信できるんだよ。私もこの後ゆっくりあれね、飲んで青日だ。うん。汁気飛ばして旨味をこうぐーっとね、旨味をぐーっとこうやっていきますからね、今から。暑いわ。半袖着といてよかったわ。半袖着といてよかった。
だからね、最近私あのコメント欄、 YouTube のコメント欄そのハートマーク全然押せてなくて、まとめて一気に押さなあかんなと思うねんけども、たまに時間の時パッと読んでんねんけど、なんかわかる？例えば100個バーってコメントがあるとしてね、でこっちが早いだから だんだんこうこのコメント書いてくれたのがだんだん下行くでしょ、どんどん入ってくるから。ほな、ここの人にハート打ったのに、ここの人打ってないってなると、押してないってなると、なんでなんてなったらあかんから、押すときには一気に押していかなあかんと思うから、だんだんあかんねん。だから見た瞬間からでもどんどん押していった方がいいかな。あの時間の時読んでることは読んでる、読めてない時もあるけどね、読んでから押すようにしてるから、もちろん。コメントも押さなあかんな、うん。口の中めっちゃ辛いわ。せやな。ごめんね、結構黙ってる。結局だからさ、今黙ってるやんと思うでしょ。これが日常ですよね。発揮しゅうけど。発揮しゅうって知らんけど。せやね。基本的に一人でおるときも喋ってへんから、みたいにね。だから、この何月か分からんけど、夏ぐらいに、バタヤン感謝祭っていうのを去年の12月かなんかにさせていただいたんかな。その第2弾夏バージョンをしようと思うんですけど、なんかこういう、それはじゃあ前の時何をさせてもらったかっていうと、50人のバタ友さんをあのオンラインでやって、で私が1対50人でなんかこういろいろする。それがまあバタヤンクイズって出してね、私やったら A と B どちらを選ぶでしょうって言って、どんどん勝ち抜けていって、最後私に一番近い感覚を持った人が、バタヤン2号みたいなのになったりとか、あと、YouTube とかボイシーを見たり聞いたりしていたら絶対にわかるクイズみたいなのをやってみたりとか、あとは、歌を歌ってみたりとか、即興の。どんなんができるかな。どんなんができるかな。でも来年ぐらいからオンラインじゃなくて、それこそなんかね、なんかこう実際お客さんをバタ友さんを前にしてなんか集まるイベントみたいなのできると思うんだけど、じゃあそれだったら何したいやわな、どんなんができるかなやわな。やっぱバタ友バスツアー将来的にしたいね。このコロナが全くもうマスクせんでよくなったらね、バスであっちゃこっちゃ行って、最後旅館泊まってみんなでご飯食べてワイワイ騒ぐみたいな、めっちゃ楽しいやろな。むちゃむちゃ楽しいはずです、そうなった日には。分かった、火の近くやしやな。
バスツアー。どう考えても楽しいよ。だから皆さんね、このタンブラー作るとかいろいろありますけど、そんなんも含め、なんかこうバタトモグッズ、バタトモライブ、ね、バタトモなんとかっていうのがこれからどんどん増えてくると思うので、例えば月1000円とかね、貯金していただいたら年間1万2000円でしょ。だから5年後のこと考えたら5、6万貯まるやん。だから毎月1000円とか500円とか、ちょっとずつでもなんかね、バタトモ貯金っていうのをちょっとぜひしてみてくださいね。私も電化製品貯金はずっとやってるけど、もう20万ぐらいあるよ、電化製品貯金。だからもし何か壊れても20万円ぐらいやったら全然痛くも痒くもないわ。ずっとやってますからね。だからそういうことなのよ。急に物が壊れたり急になんかってなっても何とかなるっていうのを私はやっぱり自分が昔すっごい大変な思いしたから、もうちょっとずつでもお金を何とか貯めといたらほんまに急に壊れた時とか急な出費の時に何とかなるからさ。ええ感じで煮詰まってきたけど、もうちょっと煮詰めたいな、うん、あー辛口のが、そうコーヒーも飲めて、アイスコーヒー、あー冷たいコーヒーしようか、冷たいコーヒーしよう、ちょっとこれ一回切ろうか、55分あるでしょ。たまたま一緒にランチしてくださった方もいるかもしれないし。こんなことできたらいいな、何ができんのかな。なんかできたらいいね、楽しいこと。もうコロナでいろんなこと制限されてさ、ちょっとずつでもなんかね、コロナの薬さえできたらなんぞもなんのかなあ。どんな病気も一回なんかなったらその薬さえ飲んだらその重症化しないっていうね、それさえできたらいろんなことできそうですね。でもなんかこの前そんな薬できたって日本のどっかの会社が作ったってやつだよね、知らんけど。あー平らげた、はい、美味しかったです。あー腹いっぱい。あー、ここにずっとマイク置いてた、声聞こえてたか、ここやったら、すいません、聞こえにくかったですね、すいませんでした。どうしよう、あとじゃあここ10分15分煮込んでる間にお家出る出発、いや、よかったかも、これもう一個作らないという判断を今してよかったかもしれないでした。よっしゃ、ということで皆さん、今日はご飯食べるシーンないですか？私が食べました。めちゃくちゃ熱い、テカテカ子です。ということで皆さん、いつもありがとうございます。何かこういうイベントしてほしいとか、ね、こんなあったら楽しんじゃんっていうのあったら教えてください。ほなねー、ありがとう。